おい、ごちそうさまでした。こんにちは。わっさん、今食べてる。イケアは、イケアはもうすぐで来る。ありがとう。お、うわ久々のモンスター。ありがとう。久々のモンスター超久しぶり。これあれ、これデザイン変わった？え、こんなデザインじゃなかったのでしょ。なんか絞りメニューみたいな。マーケティングをこだわって。皆さんお久しぶりです。大会以来の動画となります。これは鶏むねのハンバーグ、そしてご飯、まあ、タンパク 40g、 炭水化物 40g、 ハンバーグの中にはいろんな野菜とか入ってます。オープン。これは何が来たのかな。お、いつもの。オプチメン。オプチメンじゃない。オプチメン。オプチメン、アマルチビタミンや。で、またダブルリッチチョコ。じゃあ、俺予想するわ。はい、何見て、まあ、ちょっと一瞬緑でグルタミンやね。違う、クラチンにしよう。あー、惜しい。そして、シロップ、シロップ。シロップ。あー。下手すれば1年持つ人もいるかもしれない。すごい久しぶりのクラチン購入です。我々の革命をテレビで映す俺たちの未来だ。 I go by the name of G-Life。 不思議ですね。なんかそう攻めすぎて最近。いや、ところで前、パッと来て、これね、もはやジムが行くぐらいの状態。これを取りに来ただけ。これ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 。ザオバ。これシムさんのところにあったやつ。そう。あ、着きました。今だ。おー。近い。素晴らしい。これちゃんと最初から肩甲骨が寄せないとできないっていう角度。だすごい肩に入る、絶対に。あ、よく考えられちゃう。なるほどね。久しぶりの。ハロー。ハロー。減量中です。減量中です。減量中です。増量中です。減量中です。金金ジムに床全部ゴムマット敷けたので、ちょっとずつ拡大します。今日はなんかその次に入れる機材たちをちょっと3つ探すっていう理由。あとまあ見学っていう感じでまた来てます。息吹が興奮してる。上下に動くスミスマシン、結構場所取りそうだけど、スミスマシンがあるとね、女性の会員がね増えるんですよ。はあ。だから僕の考えでは、まあヒップスラスト、これがあればヒップスラストとかやりやすいし、女性に。あとはあのライング、寝転がってやるそのハムストリングカールとか、そういうのがあるとね、女性が増えますね。だからそういう機材多めに。OK。 これこっち。テーブルが今の金金ジムでは結構胸トレ、背中トレは充実してるんですけど、足トレがちょっといまいちなので、足トレの日は結構僕は他のジム遊びに行ったりしてました。足トレのマシンいくつか買えばだんだんね、一般オープンも、まあ、まだ約束できないんですけど、考えて見てます。考えてます。多分聞くと思うから、まあ、この中にはプロテインと、カーボン、炭水化物入ってます。でもこのね、ロングプレス、ロングショット上に持ち上げるまでだ。今日も黒いいな。黒もいいね。黒ブルーね。黒ブルーいいね。まあ、今日は可愛いんですけど、このレッグカール、レッグエクセンションしよう。これブルシャのやつなんですけど、かなりその機動とか気に入ってます。あとオプションでこっちにも調整つけられた、あ、こっちの方にも調整つけられるそうなので、今からトレーニングなんですけど、新品の封を開けます。あのいい感じ、いいレベル。グレープかなんかの時めっちゃうまかったね。これでもリ
使うけどね。ブルの、展示室なんですけど、ちょっと機材をこの場所を使わせて、いただきます。多分肩トレ、肩トレだと思う。いぶきと、池は大会近いので結構絞れてるし、まあ、楽しく、やっていきます。それやりましょう。帰って飯食ってセクション、ありがとうございます。はい、ノープロブレム。終わり。ちょっと中山さんは先に用事があって帰ってしまったんですけど、本当にザオバの方々本当にありがとうございます。この場所めっちゃいい人ばっかり、やばい、夢がやばいね。いぶきの目が輝いている。もうキラキラに輝いた。帰りましょう。大会の次の日にはもういなくなったので、まあ、日本の食べ物を食べる暇なかったんだけど、まあ、向こうで美味しいものを食べて、まあ、トレーニングは毎日してました。やっぱり楽しかったから、まあ、その地方のゴールドジム行ったり、まあ、地方のジム行ったり、まあ、トレーニングは毎日してました。で今戻ってきて本当にまた仕事モード。久しぶりでした。そんな長いバケーションっていろいろ考える時間もあったし、なんか筋トレ毎日してたけど、なんかその本当に YouTube からすごい久しぶりに離れることができて、 YouTube がない自分をまたなんかまた久しぶりに見つけられて、なんか人間との関係とか、なんか人とアメリカ人ってすごいなんかフレンドリーだから、まあいろんな人と仲良くなったり、カニキンが存在しない世界で、なんか自分が、まあ、どんな人なのかをなんか見つける、また改めて見直す機会となりましたね。トレーニングがもしできなかったら、まあ、自分は人間として何をやってるのかとかもなんか考えることはできましたね。なんかそう深くなっちゃうけど、そういうのも大事かなと思う。本当にあの YouTube をもうすぐ3年になるけど、割合的に週に 3回は動画もう3年近く出し続けました。今後の計画なんですけど、ご存知のように、大会全日本残念な結果で終わってしまったんですけど、ちょっと前向きに考えて、まあ大会は、しばらく、まあ、少なくとも1年ぐらいはバルクにちょっと時間を置いて、大会はしばらく出ないです。 YouTube とか、まあ、そのジム作り今後も力で入れていって、とにかく、まあ、トレーニングは今まで通りに熱心にハードに続けていきます。もう継続するしかないです。ただ今言えるのは結構ねすごいことが今年はまだまだ起こります。楽しみ、すごい自分で楽しみにしてて、皆さんに早く動画で見せるのも楽しみにします。皆さん期待してください。もし皆さん今日の動画好きでしたら、まあ、ライクありがとうございます。コメントで皆さんのコメントをご自由に、登録したい方は登録よろしくお願いします。久しぶりの動画で、まあ、いいウォームアップとなりました。 Work hard, see results, thanks for watching and I'll see you againHey, hey, 足音を何も立てずに